吉田さん、なんか家事は大変だとかね、主婦も楽じゃないって言葉聞いたことあると思いますけども、まあ古い考え方ですよね、これもね。いまだにですね、家事が大変だって言ってるのは、まあ今の世代で言うとおばあちゃんぐらいのもんじゃないかなと思うんですよ。洗濯板があって、ほうきで掃除をして、で、雑巾絞ってね、雑巾がけみたいな。で、しかも、こうなんですかね、子育てがその合間にあったりとか介護があったりとかで、昔の平屋一戸建てですから部屋数も多かったりとかね、トイレも遠いところにあったりとか、それは家事は大変だったと思います。でその合間に買い物に行くんだけども、主婦の足っていう分もっぱらバスとかだったと思うんですよ。その頃は昭和の、そうですね、40年代50年代ですか。でバス停まで歩いて行ってバスを待ってみたいなこととか、でスーパーもね、近所にあればいいんですけども、そうじゃない地区もあったと思いますしね。コンビニは当然ないですからね。だから主婦が大変だっていうのもあったでしょうね。でももちろんその情報がないですからね、だから主婦仲間とご近所の方と雑談する時っていうのがものすごく情報収集に、まあ、ためになる、面白い、そんな時間だったんじゃないかなと。今主婦の立ち話って必要なくなっちゃいましたよね、だからそこにこの地域のメカニズムの変化ってあるんじゃないかなと思うんですよ。昔はすれ違う近所の人にいろんなこと聞かないと、子育てのこと、地域のこと、消防計画のこと、それから最近のね、あの犯罪とか流行ってる病気とか、天気のこともね、あったと思いますよね。でテレビドラマのこととか流行りの問題とかね、そういうのって口コミ力だったと思うんですよ。だからこそ保険の勧誘っていうのもすごくね、広がったんじゃないかなと。何々さんは保険のね、何々に入ったよって、あ、自分もちょっと考えようかしらみたいな感じでね、どんどん広がっていくみたいなところがあったけども、今は情報を知らない人から取ってくるわけなんですよ、主に。だから知ってる人に会ってももうね、あの特に聞きたいことも話したいこともないっていう状態なんでしょうね。まあ、そういうふうな形でインターネットのおかげで人間関係が結構疎遠になったんですけども、逆にインターネットがあるからこそ上手に近所の方と付き合える人も出てきて、まさにコミュニケーションも二極化してきたのかなというところですよね。で主婦が大変だって話に戻りますけども、やっぱりね、そこそこの大きな家にいて、日々掃除や洗濯や食事を作ったり買い物行ったりとか、いや私は全然楽勝だなと思いましたよね。いやこれやっても別に時間余るなみたいな。おまけにね、まあ、子供と一緒に、私ほとんど一緒にいますからね、もう24時間中24時間と言ってもいいぐらい一緒にいるんですけども、まあでも別に今まで洗濯や食事の準備、買い物ができないってことは全然なかったですからね、だからこれに手間がかかるとか手を取られるっていうのは私にはちょっと理解できない世界で、相当なんかこう個人としてやりくりを頑張らないといけない状態に入っちゃったのかなっていう人に対してはそう思うんですけどね、でもまあ片っぽでは仕方がない事情もあると思います。例えば私は男性で体格もあるし体力もあるんで、いくつものことを同時にできたりもしますし、まあビジネスをずっとやってる経験でね、日常生活を整えてからビジネスしてますんで、あの別にこの子供が生まれたから初めて始めることってあんまないんですよね、ですんで今までの独身時代の延長で、まあ人が1人増えたな2人増えたなみたいな感覚なんで、別にどうってことないかなっていうところもありますしね、まあむしろね、あの外食とかその飲みに行かなくなったりとか、ビジネスの付き合いをしなくなったんで時間余りまくってるなと思うところなんですよね。まあでも本当にありがたいのは、その例えば YouTube を中心に仕事ができるんで、すごい時間がダブついてきたってことなんですよ。ダブついた時間に YouTube のネタを探したりとか動画を余計に撮ったりってことが余計できるんで、もっと効率が良くなったってことですかね。だからこれを1日8時間10時間自分の興味とか人生には関係ない仕事に拘束されて、それと引き換えに月給をもらうってことをやっちゃうと、多分このね、効率の良さっていうのは味わえなかったんじゃないかなと思いますね、だからね、私がこれからもしどっかに勤務して仕事をするとしたら、好きで好きでしょうがないこと、もうギャラとかじゃなくてそこにいさせてくださいみたいなところには行くと思うんですよ、それがないどの分野なのか未だにないんですけど、別にね、なんでしょうねまあ若い女の子と遊びたいっていうのもなくなりましたし、なんかマスコミみたいな仕事もね、特に憧れてないし、あ、政治家だな、政治家くらいですね、残るのは、まあそんな感じですね、政治家か、まあけど今の暮らしを捨ててまでやらないかなみたいなとこ来ちゃいますよね、皮肉なもんでね、
今の暮らしに不自由してたら政治から世の中を変えないといけないと思うのかもしれませんけども、自力で自由を手に入れちゃったら、まあ、政治家になって自分のそのせっかく作った自由を手放すのもなとか思っちゃうんですよね。まあ、だから世襲議員っていうのは続くんですよね。民間で力のある人ってバカバカしくてやってられないですから、自力でどんな政治形態であろうともう自力で自分の人生作っていける人が政治を変えにはいけんってなかなか思わないですよね。だから今の政治体制で困ってる人が本当はその高いモチベーションで声を上げるべき当事者なんですけども、そういう人も出てこないと、どうしましょうっていう形になりますね。だから能力があって自分の生活を自分で面倒見れて余裕を作って政治をやるぐらいのリタシングがある人、なかなかねいないですよね。利己的精神で政治をするって人ならいますけどもね、まあ、給料も高いですし仕事あんまりないしみたいな、どうしましょうということで、どうしましょう政治ということに落ち着きました。いってらっしゃい。